モデル S はアメリカのテスラが製造、販売している高級セダンタイプの電気自動車である。ロードスターに続いて2車種目となるテスラの電気自動車で、ボディタイプは4ドアセダンと紹介されているが、リアには大型のテールゲートを備えており、厳密に言えば5ドアハッチバックとなる。2012年6月にアメリカで発売され、2013年からは日本でも、 発売された。現在は過去の海と呼ばれた工場で生産されている。エクステリアはシャープなフロントマスクをまとい、青色 LED ランプを多用。デザイン担当は、松田の北米デザインセンターでディレクターを務めていた、フランツフォン・ホルツハウゼン。インテリアには、リサイクル可能な PT 樹脂やビーガンレザーを用い、高級感の漂う内装とされている。また、 インストルメントパネル、ダッシュボードには17型の液晶画面を備え、様々な情報を得ることができるようになっている。オプションで完全自動運転対応機能を購入するとソフトウェアアップデートにより準備のできたものから順に有効になる。2014年10月9日に前輪側にモーターを追加し4輪駆動とした P85D を発表。 2017年9月24日以降は、デュアルモーター王道のみ受注している。また、セダンにもかかわらず通常の5人分の座席に加えて、オプションで、ラゲッジスペースに、子供2人が後ろ向きで座ることのできる、ビルトインの補助シートが設けることができた。2019年3月現在は補助シートのオプションは、受け付けていない。パワートレインには、 新規開発された9インチの液冷式モーターを採用。2019年4月にはモデル3で最初に採用された永久磁石動期式リラクタンスモーターをモデル S に最適化した最新バージョンに一新。全部の永久磁石モーターと後部の誘導モーターを組み合わせることで電費を向上させつつパワーとトルクも増加した。床下には新規開発された パナソニック製のリチウムイオンレンチ18,650を搭載。2020年6月現在、最も高速距離の長い市販電気自動車であり、EPA 基準で402マイル。ルーディクラスパフォーマンスモデルは、わずか2.5秒で時速 100km まで加速し、最高速度は時速 261km。しかし、2021年2月現在は、 ルーディクラスパフォーマンスモデルは販売しておらず、ロングレンジとプレイドとプレイドの3車種のみである。ロングレンジは3.2秒で時速 100km まで加速し、最高速度は時速 250km。後続距離は 663km。価格は日本で1069万9000円。プレイドは2.1秒で時速1 0 0トルまで加速し、 最高速度は時速三百二十二キロメートル、航続距離は六百二十八キロメートル。価格は日本で千四百九十九万九千円。プレイドは二点一秒以下で時速百キロメートルまで加速し、最高速度は時速三百二十二キロメートル、航続距離は八百三十七キロメートル。価格は日本で千六百九十九万九千円。 家庭用コンセントから充電可能。日本ではベネッセコーポレーションの幼児向け通信教育教材、子供チャレンジのイメージキャラクター、島次郎をモチーフとした島次郎カーニが本社をベースに登場している。テスラのモデル S、X、3、Y は米韓線道路交通安全局が実施した正面衝突や側壁、柱との衝突。 王天のシミュレーション試験の衝突安全テストで最高の5つ星を獲得した。2014年11月5日、ユーロンキャップコンソーシアムはモデル S の衝突安全テストの結果を公表し、最高評価の5つ星と認定した。2013年10月初頭から6週間の間に相次いで3件の火災事故が発生。 アメリカ運輸省国家道路交通安全局は最初の火災については自動車の欠陥を示す証拠は見当たらないとのコメントを出したが会社の株価が下落する事態となった2016年5月7日アメリカフロリダで高度運転支援システムであるハードウェア1のオートプイレットで運転中のテスラモデル S が前を対向車線から左折したトレーラー横に突っ込んで車が大破し 運転手が死亡した。フロリダ高速警備隊の当初の事故報告によると、事故の原因は優先権があったテスラに道を譲らなかったトラック運転手の過失。自動運転発の死亡事故と誤報されて話題となったが、このテスラに搭載されていた運転支援機能はレベルに相当であり、ん転がレベル4やレベル3に区分している自動運転者には該当しない。 テスラによると、日差しが強かったために、ドライバーも、自動運転機能も、白い色のトレーラーを認識できず、ブレーキが作動しないまま、トレーラーの下に潜り込む形で衝突した。また、メーカーは、自動運転中でも、運転者はハンドルを持ちながら、前を直視すべきと提唱しているが、運転者が37分間の走行中ステアリングホイールに手を添えていた時間は、 わずか25秒だった。2017年1月19日、んは調査報告書を発表。自動運転システム含め車両に欠陥はないとした。しかし、米運輸安全委員会は2017年9月12日、オートパイロットの設計上の不備が一因との結論を公表した。事故後テスラは前方監視用単眼センサーを供給する。 モーボライトの関係を解消。また、ソフトウェアを8.0へ更新し、周囲の障害物検知のために、カメラよりもレーダーを主に利用するようにした。同時に、ドライバーがハンドルから手を離し警告も無視する状況が続けば、オートプイレットを強制的に解除するようプログラムに変更を加えた。マスク CEO は9月11日、 バージョン8.0なら先の死亡事故は防げたかとの問いに対し防げていたかもしれないと返答した。2016年9月19日、テンセントの研究チームがテスラモデル S に物理的接触なしで車をハッキングで遠隔操作できる脆弱性があることを初めて実証して話題となった。ありがとうございます。